ご覧の皆様こんにちは。ホステルと申します。プレイステーション4のバイオハザード7最高難易度マッドハウスの実況プレイですね。本日もよろしくお願いいたします。現在の状況、リスタート回数66回、プレイ回時間は5時間20分という低たらくで、アイテムボックスを開け閉めを繰り返しているというスタイルだね。ではやっていきましょう。で、今日やっていくのはベイカー邸の嫁であるマーガレット・ベイカーとの戦いだね。で、温室に入っていくところからのスタート。こっちじゃねえわ。早速道間違えてんだ。前回最後に温室へ行くためのショートカットルートの扉を開けてるんだって。で、こっちから行く。これさ、中あさる時間ってあったっけ。多分飛び降りて階段を上がろうとしたらマーガレットが出てくるはずなんだけど、マッドハウスは違うのか。いや、ナイフ置いてきちゃった。カセットテープたくさんあんじゃん。キーピックがないんだよな。キーピック全然出てこねえんだけど。いや、ちょっと待って。これここまで来た段階で手動セーブ取った方が良かったな。これやっちまったわ。出れる。ナイフ持ってくるわ。少しでもけしらないと、木箱壊すのに。しまった、セーブ早まったわ。カセットテープ手に入ったのはいいんだけど、温存しときたいよね。リペアキット使うか。これ直せるでしょ。壊れたショットガンとかもあったような気がするんだよな。だけどとりあえず、だけどリソースを充実させるためにもここはハンドガンを作っとく。で、古いハンドガンの弾を使い切っちゃおう。いや、でもこれ競争弾装填できないのか、こっちのハンドガン。なるほどな。これもまたちょっと早まったかも。まあいいわ、とりあえずこのまま行く。どうせ何回か死ぬだろうし。となるとこっちのハンドガンから使うか。また道間違えたわ。どれだけ急患が好きなんだよこの実況者。頼むぞ。ハーブとか固形燃料とかいっぱい出てきたね。ただ火炎放射器はもう使わねえんだわ。俺ナイフ持ってきてねえし。ナイフ持ってくるっつったのに。まあ火炎放射器で木箱を壊すっていう絡めてもありのような気がする。休館終わればナイフほとんど、ナイフじゃねえ、火炎放射器ほとんど使わねえしさ。火炎放射器さえ持ってこれば一応マーガレット戦で肌くそみたいなダメージも与えることだってできるでしょう。だってバーナーの燃料めっちゃあるし、持ってきた方が良かったやつかもしれないな。キーピックどっかに一つでもねえかな。これキーピックが渋いんだよね。全然ない。よし、じゃあ行くぞ。階段登ろうとしたら出てきたはずなんで、先に周りを探索する。いや、これお宝の写真の場所では。あと違えな、お宝の写真の場所は左の方に何かあったわ。なんかあのキャビネットみたいなのが、こう上がったら出てくるんだよね、マーガレット。先にアイテム回収しないと。あ、バーナー持ってくるべきだった。しまった。これはストックが、おい、痛い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 。
ちょっと待って、やり直させて。これはバーナー持ってくるわ。必要必要。よっしゃ、じゃあとりあえず戻ってきて。あ、ちょっと待って、最初来た時アイテム持ちきれなかったってこと。ハーブ拾ってねえんだ。ハーブ拾って、いや、これハーブ持ってる状態だったらこれ優先的に使うんだっけ、 R1 でかもしんねえな。まあそうなったらそうなったで。ちょっと待ってよ、一応壊れたハンドガン直させに来たわ。競争弾使えねえし。で、まずは中調べて、で、マーガレットを出現させる前にアイテムを拾っていきたいんだよね。マップも確認して、階段上がったら出てくるから、こっちはいけない。ここだけだな。雲燃やしといて、よし、いいですね。アイテムゲットで、リロードなどなど済ませて戦闘に備える。ショットガン11か、いけそうだな。え、ちょっと待って、よく見たらここにもいるじゃねえか。さっき噛まれたのここのやつらだったか。しっかりと燃やし落として、これでいけるか。なるほど、ルートはしっかりと確保しとかないとね、逃げ道は。となってくるとこれも向こうが虫かな、この扉。開幕はショットガン使うか。ここ、こう扉破って出てくるんだよ、注意な。よし、いって、食らってく、分かってても食らってく。くそが、で出てくるはず、どんどん。アイテム取って戻ろうと注意しろよ、出てくるからな。ショットガン持っとくわ。急に出てくるからね。来てる？音するけど。狩りの時間だ。当たってんのか当たってんのか分かんねえな。3発で強壮弾あるからこれで使うわ。あ、一発外してく。冷静になれ。どこだ、上か。ん、どこで？声の場所は？ん？虫？虫出してる？ついでに木箱も壊して、スムーズにアイテムをゲット。こいつって下半身弱点なんだっけ？私が怖いのかい？いや、怖えさ。こいつ、おばんまんが弱点なんだっけ？いて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 。おばんまんとか言っちゃいけねえよ。バチ当たった。いってー。
これ ADS しない方がいいな、虫は。きついかも。いや落ちてきく、足踏み外しちゃったわ。どこにいる、リローディング。どこにいんねん。うわまた落ちていく。どこやねん。あ、うざっ。どこや。うざす、うざす、うざす、うざす。やべえ、これむず。多分虫出てこなかったよな、低難易度だったら。きついぜ。アイテム至る所にある。あんまりのさばらせるぞ。おお、虫出してくんのかな。いやだいぶ外した。くっそー、どこ行った次は。どこどこどこ行って。痛い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 、死ぬ。いたよな今。寄るんじゃねえ。うわやばい。うわーむっつ。いやマジむずいってこれ。きちいな。あれだけ虫ががっつり出てくるなんて。あ、姿が見えないときに虫を生み出しているときもある。なるべく虫を生み出させないような立ち回りが重要になってくるってことだよな。策的が大事だわ。回復アイテム調合する場がなかったな今のは。だけどこれまたアイテム回収するところからやり直しだよね。そしたらカセットテープもう一回使うわ。ああ本質の中で手に入るやつ。ちょっとまたカットするな。よっしゃ、じゃあ行くぞ。一応アイテム回収した状態で手動セーブもう一回取ってる。これ出てきた瞬間にぶっ放した方がいいよな。いって当たってるこれ。倒してで引っ込むでしょ。
倒して。で、アイテム回収しながら。ほら、こっちだよ。どこだ？虫産ませたくない。やばい、いってー、避けられない、死んでいく。最初が一番流れ良かったな。まあどんどん思考を繰り返していこう。回復アイテムあんまり消し技使った方がいいかもしれない。いや、避けらんねえのかこれ。自動回復待つ余裕があるか。下か。とりあえずショットガンで削りながら。どっかに隠れたな。いた。よし、弱点さらしている間に。出すような定期的に。どこ、ぐちゃぐちゃ言ってる時に多分虫生み出してるんだよなこいつ。いや、悠長にはしご降りてる場合か。飛び降りろお前は。ここは観葉植物をぶん回すような感じで打っていく。アイテム取れないか。いた。距離取らないと。どこ行った。いたいたいた。這い回ってる時に落としたい。だいぶ与えた。どこ行った。上か。ショットガンの弾が欲しい。やばい、どこだ。あいつすぐ作ってんのか、もしかして。あ、すぐ作ってんだ多分。いった。うーわ、置き攻め、そりゃ汚ねえわ。きつない。なんだかんだで立ち回ってたら途中でアイテム持てなくなるよなこれ。短期決戦望みてえところだけど、きついよな。上を見るんじゃない。上を見るんじゃない。うおっ、危ねえ、出れない。ちょっと待って、
せられない、落とせない。できれば壁から落としたいけど。もらえよ。落ちた？どこ行った？え？どっか行ったぞ。あ、向こうにいるわ。ハマってるか、もしかしてこれ。なんかハマってるような感じするんだけど。どこよ。荒野スレド。虫生成させたくない。アイテム回収しながらね。耳凝らせ。なんかはばってそうな感じがするな。鍵を外した。え、どこにいるんだろう。は？あ、虫産んでるわ。ゲロゲロ言ってる。巣作ってる感じ？この音って。燃やして。やべ、どこにいるかわからなかった。尻品じゃない。リロードして。向こうが行ったな。外出たか。これはショットガンの弾欲しいな。出て出て。やっぱり数出してんだあいつ。回復して。喋れねえわ。すまん。どこ行ったね。バーナーはここでガンガン使っていってもいいよな。もう今後使い道なくなるから。いるよね。燃やして。クソが寄るな。いた。うーわ、いってー。今度こそ逃がしゃしないからね。あ、邪魔くせ。捕まえてねえから来んじゃねえ。語彙力が凄まじく低下してる。いつものことだけど。バーナーの燃料がない。あんたなんかどうなろうと構わない。どこ？いたわ。
ちょっとこのおまんの部分に当てれば大ダメージのはずだから。あ、しまって、競争弾に持ち替えた途端に外していく。ガンパウダーとかたくさん持ってきた方が良かったな。競争弾どっち行った。うわー、逃げられた。くっそ、これ以上蒸し出されたら。まだ生きてんのか。やべ、弾ねえぞ。かき集めねえと。うーわ、バーダーか。後ろ回復して、回復して、くそ。どうするどうする、物量がないぞ。ああ、お願い、死んで。無理か。ショットガンの弾どっかいねえか。クソがよ、やばい。いってえ、いってえ。回復して、回復、イーサン。ここ取ってなかったか。クソ、ショットハンド弾ない。燃やせ。そしたら一回終了するわ。うまくいかねえな。ではご視聴ありがとうございました。